今回は、仕事を100回も遅刻している、とんでもない一致の話を紹介するよ。新入社員 Y、入社初日から、12時間寝て過ごす。ま？使用期間中にそれはないだろ。つかなんで、バレないんだよ。入社初日に新人が、一人足りないのに気づかない会社。確かに一致も終わってるけど、気づいていない会社も終わりだな。入社初日は、会社から徒歩15分くらいの場所で、入社式とか全社会議とかある予定だったんだけどさ、Y がいないのに誰も気づかなかったのか、電話とかかかってこんかった。Y は二度寝したままお布団の中、スーツまで着てたのにな。会社から電話がないとかひどくないか？ Y は誰にも気づいてもらえず、気づいたら12時間寝て過ごしてたんご。で、首なんか？さすがにこれは首確定だろ。釣りでもひどすぎる。まあみんなで外に行ってたなら、気づくだろ。気づかれなかったんだよな。Y ちゃんは空気なんか？入社初日とか緊張しないんか？ Y はとても寝るような気分やなかったで。わかる。そりゃ多少の緊張はあったが、気づいたら寝てたな。クズすぎて草。で、首なのかはっきりしろよ。Y にもわからん。気づいた時には遅い時間やったから、会社にも電話してないし。なんだ、首は明日か。首になってからすれ立て直せよ。入社2日目で首とか胸圧だな。社会人を舐めてるのか？でも眠いもんは眠いしな。どうせ前日に遊んだりしてたんだろ。こういうのが遅刻の常習犯になったりするよな。マジでクズすぎて。Y もお昼寝したいわ。やっぱり Y は首なんか？明日が怖いわ。今日はさすがの Y も寝れんかも。それは緊張でやない。朝から12時間寝たせいで眠くないんやろ。わろた。確かにな。日中12時間寝てたら、夜は寝れなくて当たり前。なんかめちゃわろた。確かにそうかもしれんな。草生やしてる場合かよ。新卒ブランドが傷つくってのに、一致は全く気にしてなさそうなのがまたなんとも。辞めさせられたらどうすんの？うちはニートできるほど裕福やないし、働くしかないやろ。転職かな。一致みたいなのは迷惑だから、どこでも働かないでほしいんだが。それな、邪魔すぎる。っていうか、よっぽど空気だったんだな。同期も気づいてくれんかったの？コミュ障だから、内定式の日もあまり話してない。普通にみんなに忘れられてた。なんかちょっと悲しいよな。誰か一致がいないって気づいてやれよ。気づいていてスルーされてた可能性も。確かに。バックレたと思われたのかもな。働く前にクビになるとか草。まだクビにはなってないんだろ？でもクビに決まってんだろ、こんなやつ。高卒でろくな会社に入れなかった Y に謝れ。なんか寝れないな。マジで寝すぎたか。とりあえず布団には入るか。ちょっとスマホからになるわ。メンタル強くて草。また寝るのかよ。こうやって、いつも眠くなるのって何かの病気？なんかあったような気がするけど、多分一致はただの怠け病。怠け病は草。実際そうやろ。なんでこんなのが働けると思ったんだろう。こういうのでも、入社できてしまうことがあるのが、新卒採用だよな。でも使用期間中にこれやし、解雇できるやろ。これで解雇にならなかったら笑うわ。やっぱり解雇は避けられないのかな。もっと周りが早く気づいてくれればよかったのにな。存在感がないお前が悪い。空気みたいな感じなんだろうな。早くも出世が遠のいたな。 Y より無能がいて安心するわい。あんまり変わらないで。明日は一番早く会社に行ってちゃんと土下座して謝るんやで。それでも許されるとは思えんが。もうどうせクビになるんだろ。じゃあ土下座くらいしてこいよ。もしかしてがあるかもしれないだろ。もしかしてはないと思うぞ。無能すぎて草。寝すぎだろ。入社初日を1日間違えてましたとかダメなんかな。それも無能な感じしかしないから無理だな。無理だから早転職活動しろ。会社は一致をクビにするつもりで連絡してこなかったんじゃないのか。いや忘れられてたんだろ。ひどすぎて草。新入社員はたくさんいたのか。結構多い。でも離職率も高い。ブラックっぽいな。それは辞めても良い会社かもしれん。とりあえず明日は謝罪しろよ。そして明日もお布団で過ごす一致。そのまま毎日お布団にいれば、そのうち懲戒免職。一度も出社せずに辞めさせられるってことか。明日はさすがに起きるよ。それができればいいけどな。できないから一致はここですれ立てしてるんやろ。っていうか眠くないからって徹夜すると、マジで明日もになるで。もうすでに明日も出社する気がないってことやろ。どうせクビになる会社だしな。初日にお布団で12時間は笑えるわ。これだから最近の新卒は。バカすぎて逆にほっこりした。ほっこりしねえよ。こういう無能を見てると、妙な安心感が。就活中はい。こうならんように頑張ろ。反面教師だよな。入社初日に、12時間ぐっすりはないやろ。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。新入社員は、クソ理不尽なことで注意される。仕事のやり方を指摘されるたびに、わかりました、ありがとうございますってんのに、反省したふりでもいいから、何か言われたらすみません申し訳ございませんって言えだと。
なんでや、Y がおかしいんか？やめちまえ。何でも注意したる。立地は悪くないで。社会は理不尽なんや。医者やからな。医学部はこんなんなんか？ほんま理不尽。めっちゃちっせいプライドで保ってんのに、マジで折れる。金融か？金融ちゃう。でも元金融の先輩にそうやって怒られた。金融もこんなんなのか。医学部志望や。すみません。ありがとうございます。これ最強やで。何でもありや。すみません、ありがとうございますの二刀流やぞ。それにしてみたけどあかんらしい。同じ先輩からこのこと注意されんの2回目やねん。反省してないように見えるんやってよ。始めたばかりでやったことない仕事のミスって当たり前やと思うんやが、完璧主義なんかな。大手で人生安泰やねんから、蚊に刺されたとでも思ってはいはい言うとけばええねん。頭おかしいねんから。怒られたらありがとうは、小学生までならいい子って取られるけど、大人なら煽りやからな。そうなんか？マジで？マジなら改める。それは知らんかったぞ。まあミスだったらすみませんって言っとけ。言うのは一瞬だからすぐ慣れるよ。いや、俺の上司はすぐ謝るなって言ってくるぞ。そらそうや。謝ればいいと思ってると思われてるぞ。どっちや。社会難しすぎるやろ。気にしない。これが正解。理不尽なやつってのは一生そういう性格やからな。真の社会人はそんなこと言われても気にせんやつらや。理不尽なことで怒られたという新人の一致。気にしないしかないんかな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。後輩にキレたら、言及されそうなんやけど、工場勤務なんやけど、NC 旋盤の補正値確認制って言い続けてんのに、朝の2時間だけで7回確認せずに加工して、3回 NG 品出してんだよ。おかげさまで Y がプッチン来て、脳みその入ってないウジ虫かってキレちゃんだよ。やっぱり減給処分になるか？わかんない。Y もわかんないから聞いてる。後輩がパワハラで会社訴えたんか？ちなみに成功したのは何個あるんや？成功したのは1個やで。部長に暴言吐かれましたと相談したらしいわ。会社が違えば、処分方法違うからわからんよ。パワハラかもね。感情的になったらあかん。まあ暴言くらい、最初は注意されるだけやろ。いずれ後輩に抜かされて、使われる立場になるんだから、乱暴なこと言うなよ。どっちも高卒じゃい。金曜日にも、100個のロット品で、89個 NG 出したせいで、腹立ってたのはある。このよくわからんが、そいつ理解してないやろ。わかってても練習が必要なものなんか？上が状況わかってるなら厳重注意やろ。一致部長なんか？すごいな。一致も一致の言い分を一生懸命上席にアピールせな。そこは言ったもん勝ちの世界かもしれん。いや、Y はただの現場監督やぞ。後輩が Y に暴言吐かれましたと、部長に相談して問題になっとるんや。後輩が無能で逆恨みしとんのか。叱るのはいいけど、切れたのは一致の落ち度ちゃうか？まあせやな。そこ素直に認めた上で、後輩のどこに問題があったか落ち着いて上に説明する。一致にできるのはこれだけやで。多分そんなことじゃ人事処分にはならんぞ。後輩を配置転換してもらえ。巡り巡って現場に来たんやぞ。厄介者やったんやろな。そんな奴のお守りさせられて運が悪かったな。Y には扱いきれませんって返品やな。あるあるやな。Y の職場も同じようなもんや。問題児ばっかり回されてくる。ということは Y も問題児か。そんなんで言及するとか普通ありえんし、暴言に至った状況をしっかり説明しとけば、そのうち後輩の方がクビになる。じゃあ、Y のターンになった時に説明するか。言及はまずいねん。一致が一方的に悪者にされるのはおかしいからな。そのクソ後輩にこそそもそもの原因があるんやし、そこは落ち着いて伝えるべきや。自分の非は認めた上でな。今時暴言は NG だからな。まあでも録音とかされとらんなら大丈夫やろ。しらきっとけ。一致に非はないぞ。謝らんでええ。 Y の後輩にも鼻くそ食うやついるで。鼻くそ食うと免疫力上がるらしいで。こういう時はあくまで一致自身は反省した素振りを貫くべきや。呼ばれたから行ってくるわ。キレ続けた方が得やな。上司がなんか言ってきてもうまく説明して、こんなの使い続けろなんて無理ですよ。他に回してくださいって言うんや。一致仕事中やったんか？戻りを待とう。何が何でも言うこと守らないやついるよな。旋盤難しいもんな。一致は言い方がきつかっただけで悪くないと思う。難しいもクソも、後輩は何回言っても言われたことをやらないだけやからな。NC なんか使わせるからや。汎用でやらせよう。最初の1ヶ月は、汎用期だったけど、マイクロを一周見間違えたり、穴でかくなったり色々したから NC にしてみたんやで。ただ原点取り忘れてぶつけたり色々されてるけど。オンジェって機械オタク多いんだな。工場勤務の底辺が多いだけやろ。なお Y はニートな模様。底辺どころか地下に潜り込んどるやん。部下とか後輩に使えない奴が来るとマジで詰む。責任はこっち持ち。それを使えるようにするのがお前の仕事やんけ。で終わり。
めっちゃ話短かったわ。お、どうやった？後輩来て3ヶ月なんやけど、来て1ヶ月で、もう丸められてますみたいな相談をしてたらしいわ。ただ Y の名前で挙げられ続ける、NG 報告書を見て、いろいろと察したらしくて放置してたけど、今回は泣きながら来たから、ええ加減にせえ、言葉遣い考えろと怒られましたん。わろた。なんか大変やな。それで損害出てるなら、後輩の保証人に請求すればいいじゃん。お前とてめえは、まずやめろってどうすりゃええねん。もう NC はやめさせて、汎用機に戻した方がええかね。悩むことが増えるから教育係嫌いやねん。100個中89個もダメにしてたら、そのうち懲戒解雇いけるやろ。普通に両者の言い分を聞いた上になるんか、報告だけになるんかで違う。一致が大変なのはもちろんやけど、上は上で大変そうで草。やっぱ法律変えて無能は首切れるようにせなあかんで、正直。どこの会社にも一つは墓場みたいな場所あるし、このまま後輩が使い物にならなかったらそこに回されそうやな。もともと検査でそこから梱包を行って現場来たから、次行くところなんてないで。この会社にはな、汎用と NC と研磨やってるから、もう嫌なんだが。こういうのってガチのガかわからんけど、多分ガの人。病院行かせろ。そんなこと言ったらまた問題になるやろ。追加工オンリーの、署に行かせるか。もう材料運びと掃除だけで良いんじゃね？材料運びも事故りそう。Y のやる仕事の材料なんて運ばせたら、怪我しそうで怖いんだけど。納得いかんかもしれんけど、損害出したくないなら掃除オンリーや。一致言及は免れたんか？言及ではないけど、言葉遣い直せと本気で言われたわ。微妙に査定に響いてそうやね。運が悪かったとしか言いようがない。まあ精神障害の労災とか言われた時がめんどくさいからな。気持ちを察した上で、大人の対応性ってことやろな。掃除オンリーこそ、正社員のやる仕事じゃないやろ。これでボーナス減ってたら泣くわ。車買ったところなのに。今の状況やと一致だけが、悪いってことになってそうやから、状況をちゃんと正確に伝えた方がええと思うわ。我慢できずに声を荒げてしまったことは反省していますって前提でな。言い方考えろってことは、見方を変えれば、お前の言い分は認める、ってことや。処分するには理由がまだ弱すぎるから、処分云々にはなりにくいと思うで。確かにそれはそうやな。向こうも後輩に問題があることは認識してそうか。追加工オンリーのところに話に行ったら、めっちゃ営業に嫌だと言われてくさ。どちらにせよ Y の言葉遣いよな。勝手にてめえこの野郎ぐらいが口から出てるから神経使うわ。口が悪すぎる。でも現場やってると、命関わることもあるし、口汚くなるよな。気持ちはわかるで。物回転させてんのに、って出した時は頭ひっぱたいてたわ。くさ。これガチで、重大災害なりうるから、しゃあないわ。ガチで丸ぬからな。シャレにならん。たらい回しにされてるんだから、問題社員なのは共通認識してるやろ。だからといって暴言はなしやね。そうですわよ。もう会わないの確実なんやから、上司も教育担当変えろよ。Y 以上にキレる人と、口悪い人と、50過ぎの人と、すぐに話す人しかいないがいいか？お前がしっかり面倒見るんやで。NC 先輩に草生える。なんでそんな人が入社できたんやろ？面接だけでは見抜けないんかな、やっぱ。大体人手不足やし、変なやつでも結構通っちゃったりするで。はい。オンジェイミンも就職するチャンスやね。Y のところ来るか？そんな後輩がいると聞いて、行きたくなるやつはいないぜ。お前が問題児を教育するために行くんやで。多分 Y にとっては、全科コープリーとか簡単やけど、あいつにとっては難しいんやろな。見るべきところが、あいつにとっては多すぎるかもわからん。後輩にではなく、ふさわしくない人員編成した、上司にキレるべきやったな。一致がキレたくなる気持ちもわかるが、言葉遣いはちゃんとしないとな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y おっさん、部下になった新人に、私今は恋愛とか考えてないので、と予防線を張られる、意味がわからん。個人的なお誘いなんてしたことないし、仕事の話しかしとらんのにやぶから棒に何の話や？これが恋愛のうか。その子は美人なのか？いや、ごくごく普通や。それにマスクの下も見たことない。食事にも誘ったことないから。他の女性先輩から忠告あったんやろ。あの人に気をつけて的な。はい？そんなことあるんかな？迷惑な話や。迷惑なのは多分女性陣。なんも女性陣に迷惑かけるようなことしたことないで。変な目つきで見てたんやろ。そもそもそんなに見てない。鼻の下伸びてるぞ。マスクしてるんですが。一致くんさ、自分はそう思うって話じゃないんや。無意識の部分をコントロールするのは難しいんやで。そんなこと言われても、教育せなあかんからつきっきりになってしまうやん。セクマルらやめろよ。
てか、態度改めないようなら、セクマルラで人事に報告するわ。教育って意味深だな。中国語使う部門で、中国語人材として雇ったんやけど、Y しか中国語できる先輩がいないから付きっきりや。そういう女に、自意識過剰をつって返して問題になった同僚ならおる。くさ。うわぁ、Y は目に余るようなら普通に人事に言うわ。それがええ。本人なく、そいつの友達が切れる。そいつの女上司が切れる。で収集つかなくなって部署内ピリピリでめんどくさかったわ。てか、こんなん雇って Y の下につけやがって、普通にクレーム入れたろか？ Y がプッシュした子は、学歴が低いとかで落としたくせに。そういうのは逐一上司に報告して、相談実績作っておいた方がええよ、マジで。もし仮に、ある日突然一致さんに、毎日変な目で見られるんですとかイチャモンつけられても、事前に勘違いされて、困ってるって相談してあればこっちの味方も増えやすい。せやな、先に上司には話しておくわ。自意識過剰とか言われて笑われそうやけど、もしかしてセクハラ疑惑をかけられてるんじゃないかって心配で。って相談の手で行こう。せやね、軽く話しておくわ。上司を飲みにでも誘うわ。上司はおばはんやけどな。仕事してみたら、学歴云々はそこまで関係ないのにな。そう。しかも Y の下につくことが確定していて、中国語能力のテストも Y にやらせたんやから、最終的な決定権も Y に預けて欲しかった。Y が欲しかった子は、中国生活の経験もあって、スポーツ歴もある体力ありそうな子やったから、ハードな中国出張も耐えられそうやしよかったんや。それがたまたま、高学歴な今の部下がエントリーしてきて、人事はそれにコロッとやられてしまったんや。こいつ、ほんまに一人で半月とか中国出張行けるんやろか？中国語も、ど下手くそやし、先が思いやられるわ。他の男で声かけた奴がおって、皆に牽制しとこって、なっとるだけの可能性。ああ、そういうのもあるか。これ以外とあるらしくてびっくりしたな。なんや、Y は巻き添え食らっただけか。恋愛抜きで。当たり前やん仕事やぞ。どういう会話の流れでそんなことになるんや。ほんまに泣く楽もなくやで。現地シッパーにどういう人物がいるとか教えてた時に、最近この人は子供が生まれたから、贈り物はベビー用品がええとか話してたら、いきなりや。昼飯とかどうしてるんや？ Y は新人には、同期とコミュニケーション取ってほしいから、飯とかには誘わんよ。夜も誘わん。それはそれでどうなんやろな。別に1対1ってことではなく。言うべきことは全部、業務内で言ってるからオッケー。予防線と見せかけた逆張りやで。一致にグイグイ来てもらいたいんや。わかってないな。んなわけあるかい。新卒の小娘やぞ。目見て喋ったら、なんなんですか、ってなったことはある。そんなこと気にしない、欧米人と仕事してはと思った。ああ、わかる。なんやろな、目を見て話すと、特別視してるような感覚になるよな、日本って。でもこうして気になっちゃってるわけやん。その子に気を引こうって腹がないとは限らん。要警戒。イラッとしてるだけや。反応見て探ってるから、は？頭湧いてんの？ってちゃんと返さずに言葉飲み込んだら、うわこいつやっぱ下心あるやん、判定されてそう。Y は普通に、そうですか、って。って流した。ああ、あいつ図星疲れてたって、今頃新卒 LINE グループで回ってるで。ま、女性関係でトラブル起こしたことないし、平気やろ。自分に言い聞かせてるんやで。気があるのは部下の方や。そんなわけない。てか、そんな余裕を本来持ってはいけない。本気で仕事覚えろや。何回同じこと言わせんねん。単なる決意表明では？一致は男としてカウントされてないから、平気でそういうことを言う対象にされてるだけかも。にしては唐突な発言やったな。逆に恋愛のこと考えてたら、上司も守備範囲に入るのか。褒められたのでは？逆やろ？あんただけは絶対にありえないから勘違いするなってことやろ？一致と年上好みか。どっちでもええ。話が合えば。別に一言二言変な文脈で話しても仕方ないやろ。そんなこともあるわ。Y の自意識過剰か。仕事やる気ありますアピールの可能性もあるしな。だとしたら唐突すぎ。大丈夫なんかこの子。新卒女。くくく、あの独身、私のことが気になって、恋愛対象として意識し始めてるわ。作戦通り。さすがに年離れすぎて恋愛対象にはならん。プライドを傷つけられた報復で、波風をかき立てるエッチ？恩恵の鏡のようやな。頑張るんやで。傷つけられるようなプライドもないが、自衛はするで。一致の気持ちぐーわかる。職種は違うけど、新人女性 Y が担当してた業務を引き継ぐときに、なぜか係長とおばちゃん先輩連れてきたときは、目が点になった。相手を選ばずそうしてるにしても、腹立つわな。ガチでイラッとしたやで。そのくせ自分のタイプだと思われる男性社員には、慣れ慣れしくベタベタと、スキンシップしとったの見たときは血の気引いたわ。
おばちゃん先輩がチョコレートくれたから機嫌直ったわ。おばちゃん先輩がこっち側で助かったな。おばちゃん先輩には、いろいろ助けてもろとるから頭上がらんやで。おばちゃん先輩ですら、ほんまにわけわからん子や。って呆れてたもんな。やっぱり頼りになるのはおばちゃんやね。ほんまどの職場でも頼りになるのはおばちゃんやで。なお、敵に回すと地獄な模様。おばちゃん先輩は絶対敵に回したらあかん。これ鉄則やな。こうやってローマルは淘汰されていくわけやな。でもその前に仕事覚えてそうなるわな。同期がおばちゃん先輩を怒らせて社内ニートになったのを目の前で見てるから、おばちゃん先輩には絶対服従やで。そうなんやね。やっぱり全ては日頃の行いやな。リッチ何歳？40歳のクソジジイやぞ。女に権利を与えるからだよ。なんでそんな暴論に飛躍すんねん。係長未満の役職のやつが後輩のこと部下って呼ぶの違和感。係長やけど、以前はこの業務は一つの課やったんやけど、人数も少なくて課の実態がないって老期に指導されたんや。どうやら役職を乱発して残業代をごまかそうとしてると思われたらしいな。最近取引先も異性の若い子が増えて会話しづらい。そういう意味では早く部下に引き継ぎたい。 Y とこもやたら若い女子増えてきついやで。あるあるやね。 Y はそういう誤解受けたままだとイライラするから、そう言われた場でそれはどういう意味で言ってんのって質問するけどな。わい、そんなハート強くなれない。あれやろ、東大生が会話の100手先を読んで返すから会話にならないやつやろ。もっと Y のレベルまで落として会話してほしい。新人中国育ちかならこっちの常識と結構かけ離れとるからわからんでもない。あいつら若いうちは特に自意識強いで、むしろ現地に行ったことがないのが不満なんや。中国長期出張耐えられんのかな。うぬぼれるなブスって言ったれ。今後あまりにひどいようであれば、上を通して叱るべき対処はする。モテるやろ絶対。わい、一致と恋愛したいわ。なんでやねん。汚いおっさんやぞ。仕事に打ち込みますって意味かもしれんし。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。